晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオでメスタージャです。実況は私西岡明彦、解説には福ボールがこぼれる、キーパーがボールを、さあクロスか、シュート、相手にゴールをチェンジ、裏も見えていたのか、ここはサイドに持ち出すでしょうか。シュートはディフェンスが止めました。中を狙うか、もう一度コーナーキック、ドキッとしましたね。ボールが中央へ向かう、シュート、ゴール、待望の同点弾が決まりました。これは大きな1点になりました。ダイビングセーブで止めました。いかなかったですね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。素晴らしいボールです。ゴールを狙う、決まった、ゴール、パスがつながる、ここはキーパーが積極的に、クロス、うまく読んだインターセプト、いいところに出た、弾きましたが、ここはプレーを切り、アーリークロスを狙った、残念ながらゴールにはつながりません。ここでシュート、ゴールを決めれば同点、前方に運びました、中の選手を狙ってきた、危ない場面もディフェンスがクリア、これはよく見ていた、このスルーパスは通るか、またもピンチか、このヘディングは枠、攻撃、これは大きく許しません。さあカウンターで一気に行きたい、同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか、しっかりとブロックアウトです。ボールはゴール前へ、キーパーのコーナーをパンチング、ここから狙うのか、いいところへ出した、決まった、ゴール、やりましたね。この得点でチームの最後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ここで試合終了です。8点3も手にしたことでチームの残留は確定。